って。いて。痛い痛い痛い。こんにちは。こんにちは。あれ。あれ、オッケー。こんにちは。ちょっとね。画角が広すぎて綺麗にしてました。ちょっとだけ。ちょっと服をどかして、みたいな。どかして。ちょっと本当に頑張って綺麗にしよう。頑張ってというか、なんかさ、光りすぎないよ、顔が。ダメ、ちょっと待って。ほんと、顔めっちゃ光ってるやん。ほら。ね、やだ。どうしよう。ダメダメダメ。ちょっと、もう、やばい。どこが一番いいのかな？わかんない。すいません。とりあえず早く始めようと思って始めたんです。あ、わかったわかった。上、上、上。上に行け。はい。ちょっと、はい。ちょっとこれさ、怖いんだよな。ちょっとギリギリを攻めている。こんばんは。じゃあライブランキング10位から読んでいきますね。10位、トンヌラさん、ありがとうございます。9位、クロワさん、クロワさん、ありがとうございます。8位、トモさん、ありがとうございます。7位、ナピナピさん、ありがとうございます。7だ、あ、ちょうど。ありがとう。6位、シュン・オブリ・オフィシャルさん、お。5位、マシュミンさん。4位、E イコール MCZ さん、Z。ありがとうございます。3位、カズさん。顔が。2位、ズーさん。ありがとう。1位、空中さん、4004。004。ありがとうございます。ありがとうございます。見れてます、これ。グミを、これにも名前書いてあった。もう食べ終わってた、しかも。もう。これは書いてない。待って。喉乾いた。どうするべき？喉乾いた。梅好き。待って、喉乾いた。そういえば、この前、初めてカフェオレ飲んだんですよ。今見てない気がする。どうするべき。カフェオレね、なんて言うんだろう、なんか飲めたけど、カフェインかなんかで寝れなかった全然。夜ってか割と夜に飲んだから全然寝れなかった。飲み物取りっていい？いい？本当に？しかも自分の部屋だから割とちょっと時間いっか、いっか、行ってきまーす、行ってきまーす。飲み物取り来た。いっと。
はい、オッケー。氷。では、私、部屋に、自分が好きなお茶置いてるんですけど、ちょっと待ってね。どうしよう。はい、オッケー、来た。誰？何？何？いや、声出てこれ倒れたらやばくない？やばくない？こんばんは、こんばんは。トウモロコシ茶。いただきます。おいしい。おいしい。仲間とモアちゃんカフェオレ飲んでたら、仲間？仲間って何？仲間。めっちゃ美味しい すいません。スブーバーいつから。ショールームでは、立川立人、なんだっけ、あれの話をしようとしてました。お台場の話。まちゃまちゃまちゃセイザーマーです。わ、まぶしい。まずありがとうございました。来てくださった皆さんに、リーベ。そう。リーベでは、8時5分の交差点は初めてでしたね。あ、そう、衣装がリニューアルされました。どうでしたか？衣装。衣装どうでしたか？そうも。お、セイザーモアです。うっかのセイザーモアです。短パンでしたね。感想、短パンでしたね。そう、私はフードがついてましたね。かわいすぎてスマホ投げた。あ、なんかどっかで聞いたことありますね。スマホ投げた。かわいすぎた。え、寒かったけど、なんか、慣れた。お腹冷えてない。私はなんか普段から出してるんで、今日は出してないですけど。今日は出てないんですけど、割と、でもあそこまで出すことはないんですけど、なんですけど、そうですね。なんかお腹出せたつもりない。そうかもしんないんで、じゃあ一緒に出しましょう 一緒に出しますか？フードかぶったまーちゃん、かわいかった。ありがとう。衣装さ、めっちゃ下に行くと、フードがバーンってなって、上に行くとバーンって上がるから、ちょっとね、面白いね。そう、ベルトが異常に長くて マジメンバー当たったらごめんなさいって最初に言っときましたね。
日焼け注意。そう、あれそれぞれなんか違う柄だったり、長さで、まあ長さっていうか、長さは多分私だけなんですけど、そうだね、可愛かったよね。サツカもありましたし、そうですね、そうですね。え、ちょっと邪魔になる。邪魔にならなかったと言ったら、まあまあ嘘になりますけど、邪魔っていうか、あの、なんか、オーバーチュアで歩いてたら、なんかやけに挟まるな、みたいな時ありました。だから、2部から短めにしました。立川の2部から。まー、あ、ちゃんが一番可愛かった定期、ありがとう。ありがとう。そうだよ、上着の袖が3パターンと、ここの、こっから、フード繋がってるかとか、あの、襟のパターンが3パターンある。びっくりした。友達から連絡して、ありゃーって来たから、どうしたんだろうと思ったら、返信でした、普通に。勝たんな、ありがとう、勝たんな。そう、フードは私とルリちゃんかな。そう、次結婚式場ですね。次の、リリーベが結婚式場なんですけど、あの、この前さ、この前じゃない、昨日、それ、リリーベさ、終わったってから、ありがとうございましたって、特典が終わったって言った後に、あやめちゃん、絶対結婚しようなって言ってて、めっちゃ面白かった。赤坂で絶対結婚しようになって、結婚したくなるねってどういうこと？結婚したくなるねって何？超面白かった。本当面白いと思って。しような。お嫁さんになりたいの。なりたいの。この曲やりたい。ただ願望なの。やりたい。ね。ね。なんだっけ。みんながね、あの、メンションしてくれたのめっちゃ見てますよ。めっちゃ見てますよ。ね、なんかすごい、面白いなと思って。昨日。おばあちゃん、ばばばばがやばい。ガチじゃん。こんばんは、こんばんは。こんばんは。赤坂の衣装なんだろうね。え、AirPods 片方って電源切れそうなんだけど。マーティン以外のツーショットも見られて。じゃ、間違えました。それはもう、普通になんか、あ、みたいな。なんかさ、押さないと、流れていっちゃうじゃん。で、それがたまたま携帯をちょっと置いてて、ごめんなさい。
ウェディングドレスにしよう。あ、びっくりした。このパーカーのまま出てていいですか？こうやって。できませんけど、できませんけど。お茶こぼしそうになった。お茶こぼしそうになったって感じ。私服だったらどんな服がいいかな。わかんない。服めっちゃあり、私服。今のこれでいいって言ったのから始まったし、私服もいいね。立川のゲームめっちゃ楽しかったな。それな、楽しかったんだけどさ、私さ、なんかさ、分かったんだけど、なんか一緒にするのを、自分の中でなんか分かんないけどやっちゃってて、って感じでした。って感じでした。あと何かでしたっけ？みんな、さつか撮れました？かわいく。かわいく。めっちゃ撮れた、よかった。なんかめっちゃ面白いのとかあったし、めっちゃ面白い、なんか、そういうのもありましたね。さつか、難しかったよ。難しかったじゃないのよ。難しかったというか、ある方がね、私、ストーリーメンションされて見たわけよ。たら、こうやって、こうやってやってして、なんか、踊ってんのよ。で、持ってたんだけど、なんか途中から踊ってて、もうカメラこんなんで、爆笑しましたね。そう。やばい。インスタを載せなければ。インスタも TikTok も載せてます。だから見てね、みんな。ぜひ。楽しくて、よかったです。楽しいのはよかったです。なんか途中まで撮ってたのがあれみたいな、急に、あれ？カメラが？と思ったら、そういうか、なるほど。今日のインスタは自撮りなんですけど、可愛いと思います。多分可愛いと思います。私言ったっけ？この話。なんかさ、なんか推しに似るみたいな話は、私、本当だなと思った話、したっけ？私最近ね、したっけ？やっぱ。めっちゃ思った。最近よく思うんだ。そう思った。お茶ですから。性格がね。いや、飲む音あんまちょっと聞かないでください。こんぐらい。なんか、
なんしようかな。どうする、どうする。 どうする、どうする。うっかりやるかで質問ちゃんか。でも意外と、うっかりしても、勉強になったって思えば、私全部勉強になったって思うようにしてるんですよ。例えばですよ、最近はない、最近はっていうかないですけど、例えば黒と違う色の靴下を履いちゃったとします、その日。勉強になった。次からしっかり見ればいいんだ。みたいな、そんな感じで、さっと切り替えるんですよ。で、それ結構ね、いいですよ。とか、あとなんだろうな。シャンプーとトリート間違えた。でもわかんない。全部勉強になったと思うようにしてるんです。全部勉強になったと思うようにしてるんですよ。何回間違えても。靴下間違えたり、シャンプー、リンス間違えたりしても、そう、だから、そう、だから大丈夫。だからまあ大丈夫。お、初訪問ありがとうございます、フォロー。あ、そうだ、ハート押しといてください。ハート。そう、うわ、今日寝坊したって。で、寝坊した原因が、例えば、アラームかけ忘れだったら、今日夜確認しよう。あ、勉強になった、みたいな。全部そうやって考えれば多分大丈夫ですよ。待って。人生楽しい。 人生楽しい。 ありがとうございます。楽しいです。寝坊した原因がアラーム聞こえない場合どうしたらいい？違うアラームのアプリ入れてみたり、あとは、家族と住んでましたら、家族に何時に起こしてって言ってみたり。毎日寝落ちしちゃうのは、毎日、分かった、お風呂上がったら、明日のアラームかけるとか、どうでしょう。 お風呂上がったら毎日アラーム。大阪でうっか、ワンマンライブ初参戦、もかた、ありがとう。大阪ありがとうございます。さあね。そうかな。ありがとう。じゃあ皆さんの分かった。相談会、やろう。恋愛相談でも全然なりますし、そういう相談でも何でもいいです。でも恋愛相談聞くのは楽しいですよ。違うアラームしても起きられへんし、家族の人が起こしても起きないので、冬眠します。冬眠しますか？冬眠したらでも部下のライブ来れなくなると思うので、ちょっと気をつけてください。結婚したいのですがどうしましょう。私最近 YouTube で、ひろゆきさんの動画見すぎて、結婚したい場合は、どうしましょうか。好きな人を作る。どう？好きな人を作る。めっちゃ見てるんですよね。 言ってることがすごい聞いてて、すごい面白いなと思って、見てます そうですね。そう、だから、お風呂上がりのスキンケアとかにこうやって、あ、そうなんだとか思いながら。すごいハマってます、最近。
あとなんかありますか？急にコメント見ましたよ。その、あのちゃんと、いました。何がいい？何がいいかな。好きな人ができない場合は、好きな人ができない場合は、作んなくて、作ろうと思わない。作ろうと思わないで、でも、好きな人を、やばい、好きな人作りたい、好きな人作れと思ってると、多分好きな人はできないから、作るって言ったらちょっとおかしいじゃん。なんか、あ、この人好きな人にしようって多分あんま聞かないと思うから、好きな人かなって思った人じゃないですかね。わかんないですけど。毎回、通称のポーズ悩んじゃいます。私は、私が、毎回ってことは何回か言ってる方でしょ。だったら、どうしようかな。アイドルさんに、例えば告白してみて、丸かバツかとか、あとなんか後ろ向いてハートをやってみたり、どうでしょう？よくない？こうやって。何枚か撮る場合とかさ、後ろ向いてハートして、いいでしょ？急に何みたいな感じなんですけど、好きな人ができないな、推しで満足してしまうから、いいんじゃないですか、推しが好きな人でも。だって好きならさ、いいじゃん。私も推し好きですし、推し、推しメンが2人ほどいるんですけど、女性ですけど、かわいい、好きってなるんで、いいんじゃないですか？どうですか？だってそうじゃない？推しも人間ですから、おそらく。お見送り会早すぎて今悲しながらね。なんか、これ ちょっとわかる。すごい早い時と、ちょっとゆっくりな時っていう、差がすごいよね。だから、早って。今度おしまいに会えます。会えます。推しがいっぱいいるんですか、なんとかね。いや、いいことだと思いますよ。もちろん、一人二人っていうのも、めちゃめちゃいいことだと思いますし、いっぱいいるのも、それだけ人の魅力を見れるってことなので、いいと思います。それちょっと大きなハートと小さなハートどっちがいい？私がファンの人だったら小さい派とかも。けど、好きな方？絶対結婚しないしようなのよ。ん？しような。絶対結婚しようなの話につながる。あ、好きな人のお話ですか？通信するときとか緊張で目を合わせられないんですけど、どうすればいいですか？でも、アイドルさん側は多分見てほしいと思うんで、見てください。意見が過ぎすぎてスマホ壊れてしまいます。どうしましょう。どうしましょう。携帯を固定するとかどうでしょう。これと貼り付けるみたいな。投げることはなく済むと思いますよ。
涙袋キラキラなの、可愛いでしょ。こんばんは。あ、こんばんは。どうですか？ライブの時ちょいちょい目入って地蔵になってしまうんですが、アイドルさんなんか地蔵的ないですか？ちょっとさ、こうやってなりがちな方とかもいるじゃん。でも私もね、アイドルさんのね、ライブ見てて、本当にしっかりパフォーマンス見たい時ってめっちゃ多分止まってるんだよ。だから、わかるかも、それ。振りやりたい時は振りやるけど、めっちゃわかる。これ黒み。1000人。ありがとうございます。あーちゃんの前になると地蔵になっちゃう。じゃあ、笑ってごまかしてないんですけど、話しましょう。今、ライブ前の号令っていうか、モアタイムやって、エンジンしてました。俺もお地蔵さんになってます。結構踊ってるんじゃないですか？ワンモアタイム。ワンモアタイム。本当は、美里ちゃんが、前はミッピータイムっていうのをしたんですけど、ワンモアタイムになりました。ワンモアタイムっていうのはやってますよ。毎回やってます。最高潮っていうのを、6人順番にやってって、どんどん声が大きくなるようにやっていくんですよ。で、うっかー、最高潮、せーの、パッ、グッジョブっていうのやってます。そう、今日、美里ちゃん誕生日だね。あれ、モアモアタイム。あれだ。さっき質問持ってたんだ、忘れてた。なんでしょうか。明日夜勤で夜更かしないといけないんですけど、どうやって夜過ごすんですか？じゃあ、私に DM 送ってください。私結構夜起きてるんですよ。皆さん。だから、なんか暇な時送ってください。見てますんで、ストーリーメンションでもいいんで。たまにバレると思うんですけど、12時ぐらいに。メンションされたら割と私めっちゃ見るの早いと思う。結構ね。知ってる 知ってる、知ってます。そうなんですよね。3時とかでも起きてるときはあります。起きてるときも、ありますね。だから、ぜひ、ぜひ。奥さんのみゆちゃんも朝まで起きてるらしいよ。みゆちゃんは、LINE したりしてるよ。
この前、ストーリーにあげてた深夜のマミーとの LINE 感動した。ありがとう。くだらない DM しか送れない。いいよ、くだらなくて。いや、でもね、なんか、昨日送ってくださ、DM 送ってくださった方がいて、昨日 DM 送ってくださった方がいて、なんで芹沢もあちゃん、なんで可愛いのかって聞こうと思ったんですけど、もあちゃんが可愛いからでした、みたいな。来て、めっちゃ、笑いました。あ、そう思ってくれてんだなと思って、ありがとうございます。すごい、一人で解決してくださってるの面白いと思って。そう、フォローありがとうございます。名前変えてきた。本当面白いですよ。メンションとか恐れ多くて勝負したことない。見てますよ、結構。見てますよ。そう、見てる。あ、灼熱のアイスクリームおしそみたい。ねえ、君ってなんで君ですかって。 ちょっとすごい雑すぎ。ねえ、君ってね、なんで君なんで。灼熱やりたい。じゃあ、久しぶりに名称送り。はい、待ってます。で、名称とかも私、ファンの人とかの通称とかで、いいなと思ったのとか、なんか嬉しかったのとか、たまにっていうか、結構最近のスクショ率上がりました。 スクショ率上がりましたってなんか面白いんだけど、スクショ率上がりました。すごい。なんか、まあ、なんでかっていうと、メンションしてくださる方が増えたからなんですけど、そう、上がりましたよ。だから私の写真フォルダにいます、結構。ええやん。ええやん、ええですね。いいですね。メンションってあるんですか？あ、そうだよね。メンションっていうのは、ストーリーってわかるかな？ストーリー、メンバーがよくさ、15秒ぐらいに投稿してるじゃん。あれでさ、違うアカウントをさ、違うアカウントっていうか、例えば、うちらだったら他のメンバーのアカウントとかを飛べるようにしてるじゃん。それすると、その人に通知が行って、見れるのよ、すぐ。で、それをしていただくと、ちょっと調べてみてください。私、説明が下手くそなんですよね。そう、もあちゃんのフォルダに入りたい。メンションしてくれたツーショット、スクショしました。スクショしました。私、結構してるんですよ。名前覚えたりしようと思った時に、メンションして覚えたり、見返してね。その時覚えてもらえ。そう。あ、そう。このインスタで、アットマークして、水産もやんとこする。あ、メンションついてないのを見られるのは、多分普通に間違えてます。ごめんなさい。そう。ぜひしてみて。ぜひ。ツーショットやらを撮ってみたい。ツーショット撮りましょう。初見さんの次さん。ツーショット、ぜひ撮りましょう。テイザーモアです。テイザーモアです。そうです。結構インスタも割と一日
最低でも3個ぐらい上げてるから、ストーリーとか。で、投稿は絶対っていうか、まあ、ほぼ1日に1個するようにしてるから、本当に何もない限り、何もなくなってない限り。だから、ぜひ、インスタめっちゃ上げてるんで見てください。そうなの。すげえ見るの配信。めっちゃ入ってる。てかもう、インスタの、みんなからの DM、マジ、本当1時間に10回ぐらい見てる自信あります。本当に、あります。って感じ。これ終わったら、じゃインスタ投稿しますので、待ってください。とね、メンションしよう。ぜひぜひ。あ、じゃあ分かった。今日メンションしてくれたので、じゃあ全部スクショしましょう。スクショしましょう。なんか、そう。してるんです。してるんです。その方が、なんか握手会とかで握手会はないですね。ツーショットとかの時に結構わかりやすかったりするんです。私もさ、高校生卒業してさ、10時以降も配信できるようになりたいんだけど。インスタあんまり使ってなかったけど、まー、あ、ちゃんの通知たくさん来るからすごい見るようになりました。ありがとう。ね、でも高校生がいいけど。高校生がいいけど、高校生卒業して時間制限なくしたいよね。今いいね来てる。インスタ。ありがとうございます。メンションと。JK が一番楽しい。JK です。JK2。セカンド JK。SJK ってやつですね。こんばんは、こんばんは。JK が一番楽しいよ。でも、書いてる方多分てか JK じゃない。でもいいですね。JK が楽しいのね。やば。やばい。もう高校2年生だ。やばい。もうどんどん。そうだね。友達と遊べる時間を大切にします。やばい、修学旅行行きたい。お願いだから行かせてください。友達とお泊まりしたい。楽しそう。楽しそう。まあ、修学旅行行きたい。修学旅行行きたい。ね。どこ行くの？わかんない。わ かんないけど、なんか行きたい。もうさっきママから電話来たって今来ました。ママ、マミー。枕投げとかしたい。楽しそう。枕投げしよう。しよう。枕投げしよう。楽しそう。
あ、そうだよね。わからないけど、友達とガチ喧嘩やんね。そんなことある？ 聞いたことないんだけど。それやりたい。楽しいよ。絶対負けない。絶対負けない。けど。え、あのさ、お化け屋敷とか行きたいんだけど。絶対楽しいじゃん。なんか、友達とかさ。負けない。なんだっけ？なんだっけ？どこの？富士急とか。でも一人では行けない。マジで。あの、お化け屋敷は楽しいけど一人では本当に行けない。だからさ、遠征のホテルとかも怖いんだよね、なんか。ちょっとだけ。バスタオルがたまにお化けに見えちゃってさ、もう。そう。そうだよね。お化け屋敷一人で行く人あんまいないよね。そうでした。でも、この前じゃない、結構前に、あの、去年に、妹とお化け屋敷行ったら もう入ったところで、出れなく、うちら歩けなくなっちゃって、ーって、もうずっと叫んでて そしたら、もう あの、従業員の人が、大丈夫ですか？って来ましたね。本当に無理で、なんかその、お台場のなんですけど マジで怖かったの。もう、妹、なんか私、電源切れた。あの、私はね、余裕だと思ったから、ウッカメンバーとバスで行く富士検索、楽しそう 楽しそう。そう、だからバスを何個かに分けて、その自分の推しのとこに乗れたりしたら楽しいよね。もうやばくて、妹がこうやって、私が前にいたんだっけ、どっちだっけ、どっちだっけ、わかんない、ね、選ばせてあげて、どっちがいいか。私が前かな、なんか、なんかもう私がそこでなんか無理無理無理みたいな感じで、妹が「いいから行くよ」みたいな 泣いてはないですけど すごい泣いてはないですけど、あの、本当に最悪と思いました、もそう思った。 5人兄弟で言ったら、うちは、あ、でも意外とその目ががっしりしてるんで、でも楽しそうだよね。お化け屋敷ゴールしたことないって どういうこと？ そんなことある？え、私もその時はゴールしなかったけど、ゴールしたことないで 初めて聞きましたね。そうですね。お化け屋敷でバイトしてた 初めて聞きました。お化け屋敷でバイトしてた方。すごいね。だからめっちゃお化け屋敷強い人と行きたいね。メンバー誰が強いかな。かんない。あやめちゃん、あやめちゃん、ね、りなちゃん強そうだよね、意外と。
そらちゃん、そらちゃんは予想できない、強いか強くないか。リジちゃんは結構ビビりそう。リジちゃんはちょっとビビりそう。ルリちゃんはどうだろう、なんか二択取れるよね。ルリちゃん在劇、在劇笑う、在劇するかな。ルリちゃんグミ食べてそう、偏見なのよルリ組の。みんな偏見がすごいですよ、メンバーの。いつか行きたいですね、みんなでメンバーで富士急とか。メンバーやばいやつやん、ウッカのメンバー。書いてる限りグミ食べてたり大絶叫してたり逆ギレしてたり。こんなとこですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうやばい、私終わんなきゃいけないんで、あれ書いてきま、書いてきますね、ランキング入れてきますね。10位ガンちゃんさん、10位ガンちゃん、ありがとう。9位、八王子のひろゆきさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、ナッピナッピさん、ピピの丸、ピの丸。7位、ももてやん、かわいい、かわいい、ももてやん、てやん、もあみたいな。ありがとう。6位、やすさん、伸ばし棒。じゃあこうしよう。ありがとうございます。5位、一斉さん、ありがとうございます。4位、かつひろさん、火炎。3位、かずちゃんさん、金子、手の先何やってんだ、パーかな。ありがとう。2位、りさくさん、1位、れいちゃん、ありがとう。どうしようかな、何がいいですか、何かありますか。どうしようかな、さっいっぱいゲストとか作ってくれてたから、ありがとう。何かある？希望。あ、お友達がインスタにいいねをくださいました。どうしよっかな、とりあえずハートするね。どうしよっかな、じゃあお花にしよっかな、可愛いポーズください。どうしようかな、いいかな、ありがとうございます、いいかな、ありがとう。くろみちゃんが前髪伸びたんだよ、見て、ちょっと見てほしい、ここまであるのすごくない。それだけです、それだけです、それだけです。ということで、あ、ストーリーメンションしてくれてみますよっていうのと、片山ちゃん、片山隠そう、かっこいい、ありがとうございます。じゃあ隠そう、やだ、やっぱやだ、そう長いっしょ。
めっちゃ見ますよっていうのと、 TikTok と、あ、インスタこの後投稿しますっていうの、1ミリも伸びないかな伸びない。あと、そう、あのこれハートマーク押しといてください。どっかにある、どっかにあるどっかに。で、あと、あの TikTok ライブもあのやる頻度増やしていこうかなと思うので、 TikTok ライブもぜひフォロー、 TikTok もフォローしていただいたらもしかしたら通知来るかもということで、あと1分で終わらなきゃいけないんで忘れてましたはい、ということで1時間半 TikTok ライブとショールーム見てくださって皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ウッカの今月もライブあと3、はい、以上セイザーマーでした。バイビローン、バーイあ、こっち